アーガイル公爵夫人ルイーズ王女、1848年3月18日から1939年12月3日は、イギリス女王ビクトリアと王廃、アルバートの四女として、バッキンガム宮殿で生まれた。姉に、ドイツ皇后、ビクトリア、ヘッセン大公ヒアリス、兄にエドワード7世らがいる。ルイーズは、アーガイル公爵ジョン・キャンベル夫人となった。ルイーズは、家庭教師によって、 教育を受け、20歳の時に国立の芸術学校に通った、ルイーズが年頃になると、ビクトリア女王は、娘のために良い婿を探し始めた。プリンセス・オブ・ウェールズ、アレクサンドラは、自分の兄である、デンマーク王大使フレデリクはどうかと打診した。が、女王は、第一次シュレース・ビヒ・ホルシュタイン戦争で、長女、ビクトリアのいるプロイゼント義理の娘、 アレクサンドラの故国デンマークとが争う事態に心を痛めていたため、この縁組に反対した。長子ビクトリアは妹の花婿候補に夫の重定にあたる長身で、資産家のアルブレヒト王子はどうかと推薦してきた。ビクトリア女王は最終的にルイーズをイギリス国内の貴族と結婚させると決めた。この案には長男アルバート・エドワード王太子が難色を示した。ィクトリア女王は すぐに、花婿候補として、スコットランドのアーガイル公爵の後継者、ローン公爵ジョンを選んだ。アーガイル公爵夫妻と女王は、この結婚に合意し、公爵は、結婚に先立って、枢密院の一員となった。ルイーズとローン公爵は1871年3月21日に、ウィンザー城で挙式した。1878年、ローン公は、カナダ総督に任命された。 同年11月、夫妻はリバプール港からカナダへ出発した。ルイーズ王女はカナダで人気があり、カナダ国内はオロカリン国アメリカ合衆国まで広範囲にわたって訪問した。ルイーズは姉妹の中で一番美しいと言われ、王族のしなみこと以上に芸術の才能があった。この才能はイギリス王室の誰よりも抜きんでていた。彼女は作家、彫刻家であった。 絵画では、油彩でも、水彩でも見事な作品を仕上げた。彼女が、リンゴの花の絵を描いたドアが、リドーホールに今も残る。ルイーズはしばしば体調不良になったが、昇降熱の流行により床について、看護を受けた間、同情が集まった。1880年2月、ルイーズは、オタワの路上で転倒し重傷を負った。これを聞いた、ビクトリア女王は、 心配と娘の不注意とで起こった。ルイーズは全開すると、総督職の夫を残して、イギリスへ帰国し、それは2年間にも及んだ。ルイーズは、トロント総合病院に単身もしくは夫や兄弟と、共に訪問することが3度あった。どの時も、病院来賓者の記録簿に簡単に、ルイーズとだけ署名した。1900年4月24日、第8代アガイル公の死により、 ローンコージョンは、第九代アーガイル公を執着した。そのアーガイル公は、妻ルイーズに先立って1914年に、肺炎で死去した。未亡人となったルイーズは、第一次世界大戦中、フランスに派遣されたカナダ軍を訪問した。その後、第二次世界大戦の勃発した1939年12月に、ルイーズは、ケンジントン宮殿で91歳の長寿を、全うした。 遺言により遺体は仮葬され、遺体はフロッグモアの王室墓地に眠る両親のもとに埋葬された。アーガイル公爵夫妻には子供が授からなかった。学者の一人によると、ルイーズは10代で患った脳膜炎のせいで不妊症であったという。また、多くのルイーズの伝記では、アーガイル公自身が男性と一緒にいることを好んだ。こと、ルイーズが冷量な気候を理由にしばしば長期間。 カナダを離れたことが理由に挙げられている。ありがとうございます。